ピックってなんか収益化みたいにできんの？うーん、あーできるけどしてない。ああそうなんだ。だってお前収益化したら本当にいよいよね、なんかランプを持つもらう。ははは、ちょっとまだあのやっぱオープンレック思い入れあるもんね。日本一のサイトにしてずっと8年間やってきたんや。思い入れないわけないよね。ねえ、ただ今回のスモモンの件に関してはマジで怒ってる。えありえねえだろオープンレックマジで。あ、僕があのツイッチに行くってことですか。あ、まあツイッチ行くっていうか連絡返さなかったんでしょスモモンに。ああそっちのか、そっちのか。そう、それはあかんでっていう。父ちゃんどう思う。まあね、ちゃんとあのそういう風にならないように立ち回るしかないよね。やっぱ賞味期限のとことかスクラッチとかのいろんな件がやっぱあるからさ、まあ、まあ、いろいろあるかな。そういう風にやるしかないよね。俺はちなみにあの社長にちょっと怒っといて。俺はえマジで。うん、それはねちゃんと言うたな。お前もう本当にツイッチ頑張ってな。いやいやいや言ってんの。え、トンちゃんもやるもんね。まあまあ、俺も適当に気分でって感じだな。うん。オプレクの社長ってあの兵藤さんでしたっけ。ああそうだね。兵藤さんに切れたんすか。切れたっていうかちょっと言ったんすか。まあちょっとさすがにちょっと、うん、そういうようなね。やっぱ俺もやってる以上はさ気持ちよくやりたいからさ。うん、まあね、意見を言わせてもらったけど。そうそう、うん、本当に話しては誰がスモモンとの連絡係してたんや。スモモン誰。いや俺もあのチーム越しだからさ分かんねえんだよね。そうなんだ。だから俺も実際そチームとそのまあ返してるのもあって、うん、なんて言ったらいいかな、要はあのまあコミュニケーションエラーみたいなのも起きてるのかなとも思ってんだけど、でもなんか後でなんかオープンレックからもなんか遅れてごめんなさいみたいな連絡来たらしいから。来たんや。来たってことはまあ遅かったってことなんだろうね。え、いや分かんない、4日5日前ぐらいかな。完全にあの表に出てからやねんから。ああそうそう、表出てからだね。そうだね、そうだね。だから結局おまーう、あごめんなさい、落ちちゃいました。ああ落ちた。間違って F ボタン押しちゃったら窓から右クリック間違えてごめんごめん。まあ、だから大ごとにならんだらそのまんま蓋しとこうって感じやもんな。まあ結構言ってる人いたもんね。みりんケーキさんとかもなんか言ってたもんね。ああ未払い問題な。なんかお金が未払いで無視されてる。未払い、そうね。それちょっと企業としてまずいよな。48段まずいよな。いやだってそれまたアーマー取っちゃった。うん、いいよいいよ取っちゃって。え、これ LMG 取んないの。ブッシュ武器あるよ。あ、取らないの。せちょせ AR 多分 AR ってのが一番強い。スモモン取ったら俺ね。あ、じゃあ俺ともらうか。じゃあ俺もらおう。こうしてこう。これさ、うん、いい機会だからさ、ちょっと俺聞いてみたんだよ未払いの件とか。おお、そう、なんかこれオープンレックなかミリングなのかどっちかが多分、ま、なんか変な認識してんだよなこれ多分おそらく。ああ、はいはい、まあ、ミリンケーキさんは確かにちょっと頭はよろしくねえけれどもそこは間違いないと思うけど、うん、そのまあ間に入ってるデトネーションの問題なのかオープンレックなのかミリンなのか多分ねこれはね、うん、だから本当真実を早く言ってほしいねあれはね。気になるね、気になるね。布団ちゃんがいろいろ知ってそうやな。なあ、確かに。まあちょっといろいろ聞いたことはあったんだけど、いや完全もしかしたらオープンレックが俺に嘘ついてる可能性もあるんで。信用してないじゃん全然。オープンレックは自分らは問題ないですって言うてんの？いやいや問題ないですじゃないんですけど、うんうん、まあだからいわゆる連絡部署っていうのが今問題点じゃん。うん、その返信がっていうのがね。そう。うん、まあ、だけど、まあ、それは俺が言う問題じゃないわ。もうちゃんとオープンレックがわ、まあ、しっかりやっぱ声明すべきだなと思うんだよ、これは。そうね。そう。そう。配信者を盾にしてあかんすよね。俺、そして俺関係ねえんだもんだって言ったら。
そう。だけどなんかね、やっぱね、来るんですよ、そのいろいろ。俺がなんか、なんかね、まあ、問い合わせみたいなのやっぱ来てる。いや、俺関係ねえだろ、つって、俺。うどんちゃんに来るんだ。本来、うどんちゃん関係ねえやん。どう考えてる。わけわかんないな、それは。お前、ズブズブなんだからって、いやいや、ズブズブ、お、何をもっとズブズブなの。でも、冷静に考えたら、まあ、会ってるとかおかしいけどな。何がおかしい？社長と会ってて、その会食してるみたいな感じだろ、要は。だってスタジオ行ったら社長もいるから、知り合いにはなるかな。まあ、話す機会があるってのはあるやろうけど。まあまあ、そういうところ。別に普通じゃない？それは。まあ、なんか、怪しいってなる。おお、あの周りからリスナーから見たらやっぱちょっと運営はなんかそういうのは平等にみんなやっぱ接するべきやと俺は思うから、基本的に、うん、なんかああそうはな、難しいな、まあ後で話すのはいいと思うけど、ああ、え、お前も飯に行きたいってこと？いや、まあ、だとしてももうちょっとお公平性があるべきやと思うで、おお、あ、待って、いない？これいるよ。いや、むしろ、むしろ、もう、まあ俺がいけないな。俺がやっぱそういうのペラペラこの前ちょっと飯に行ったとか言うべきじゃないな。そうだね。うん。それが多分一番かな。ちょっと今、うん、今のちょっと話の印象だとな。俺が悪かった。まあ別に、いや別に謝ることじゃないけど。いや、なるほど。これじゃあ印象、俺が悪かったでちょっと印象操作しようかなと思ってちょっと。まあ別にこんちゃんは別に悪くはないけど。まあ丸いかなと思ってちょっと、うん、そうですよね、本当に。でもまあだからそういうようなのはあれですね、めんどくさいですね、やっぱね、本当ね。まあまあ先行くので、うん、オッケー。